お時間になりましたので次のセッションに移りたいと思います。続いてはマイスターストラーセ西堀幸太郎さんのセッションです。世界最大の職人工房ポータルサイトマイスターストラーセ日本語版マイスターストラーセジャパンエディション解説をテーマにお話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今ご紹介いただきました、マイスターストラーセジャパンエディションを代表してます西堀と言います。マイスターストラーセっていう言葉はなかなか聞き慣れないと思うんですけど、まあ、今画面にちょっとドイツ語で書いてあるんで何て読むのかっていうふうなことが皆さん思うと思うんですけど、これマイスターマエストロ、まあ、匠という意味ですね。ストラーセ、ストラーセって言ったりもしますけどはドイツ語でストリートという意味でして、どうですか、はい、どうですか、はい、すいません、ごめんなさい、マイスターストラーセはですね匠の道というような、意味でございます。ここは日本なので、まあ、いろんな職人さんがいるわけですね。いろんな匠がいると思います。日本の、まあ、伝統産業伝統工芸ということで、まあ、木工であったり、まあ、漆和紙着物とか、まあ、いろんな産業がありますよね。でちょっと私自身も自己紹介させていただきたいと思いまして、私自身が何者なんかってことなんですけれど、私自身はですね、今日は京都から来ておりまして、今画面に映っている京和傘、和傘ですね、舞妓さんとかが持っている、そういったものを作っている日吉屋という工房のですね、5代目になります。ちょっと古すぎるんで江戸時代後期創業なので初代の方の写真はないんですけど、これ2代目の方ですね、3代目で4代目とあって私5代目になっています。私自身はですから和傘自身の和傘の職人でもあるということですね。自分も工房やってます。ちょっとですねこの日吉屋が作っているこう京和傘っていうことをですねちょっとご紹介したいと思うので映像をご覧ください。これは音もあります。和傘の歴史は1000年以上あります。日吉屋は京和傘の老舗として5代160年以上にわたりその伝統を受け継いできた現存する唯一の京和傘製造元です。私は西堀幸太郎と言います。日吉屋の5代目として160年以上続く京和傘の伝統を守って現在に至ります。1本の和傘は1本の竹を割った骨組みからできております。和紙、竹、木などの素材を一本一本丁寧に面へとでつなぎ骨組みを作ります。そして数十枚の手すき和紙を型紙から切り出し自然の自家製の糊で貼り合わせて一本の美しい和傘が完成します。和傘の天日干しを行っているときに和紙や竹の骨組みを通して太陽の光を透かしてみると大変美しいことに気がつきました。そのときこの美しさを照明器具に使えるんではないか、そんな風に考えつき今の小鳥というデザインランプのコレクションを開発するに至りました。このデザイン賞名で多くの国内海外のデザイン賞を受賞することができました。日本の伝統工芸の美しさや技術が今の時代においても十分自分たちの生活の中で使えるのではないかと、そんな風に再認識されたのではないかと思います。伝統を守りながら革新を続け今の時代のお客様に合った商品を作る、いつの日かこの新しい商品が次の伝統工芸になることを夢見て毎日仕事に取り組んでいます。今ご覧いただいたようなですね、和傘作りをしっかりとやりながら、
まあ、若さを生かした新しいですね、デザイン照明というような分野 を取り組んでもう17、18年でしょうかね、なります。で、私は日吉屋の代表で職人もしながらですね、もう一つ別の会社も運営してまして、まあ、TCI 研究所というものをやっております。まあ、日吉屋のは企業理念がですね、伝統は革新の連続、まあ、伝統っていうのはですね、なんかこう昔からずっと続いてて変わることがないもんなんだっていうふうなイメージが一般的にあると思うんですけど、まあ、実はそういうことじゃない方が多くてですね、まあ、若さも1000年ぐらい歴史はありますけど、初めは魔除けとかですね、宗教的な道具ということで始まりまして、皆様がイメージする雨の日に差すっていうような傘っていうのは、まあ、日本の中では江戸時代の中期以降じゃないとですね、一般の方が使ってなかったので、で最初の傘っていうのはですね、開閉もできなかったり柄もなかったりとかしましたんで、同じ伝統同じ傘って言ってもですね、時代に合わせてどんどん変化してきてると思うんですよね。まあ、いろんな伝統があってもですね、いきなり伝統工芸ですとか伝統ですって生まれるものはないわけでして、最初は新しいもの、すごく画期的なことだったりとかイノベーティブなデザインとかアイデアとか、商品だったものが、それが一般的に普及して、で多く広まりまして、で時代の変遷とともにいろいろ移り変わっていく中で、振り返った時にそれは伝統とかいうふうに言われてると思うんですよね。ですから、まあ、TCI 研究所、ICT とか CIT とか言われることあるんですけど、まあ、トラディションの T とコンティニューの C、イノベーションの I で TCI 研究所と言ってます。これ何してるかというとですね、まあ、若さからまあ照明器具で、いろんな新しい世界へってことやってるんですけれども、まあ、私が実はこの日吉屋を継いだのはですね、私の家ではなくて妻の実家でして、まあ、結婚してから若さ職人になったんですね、実は。それで、まあ、その当時はですね、もう若さって使う人ほとんどいませんでしたから、今でもいるわけじゃ、そんなにたくさんいるわけじゃないんですけど、もう売り上げも上がらなくてですね、まあ、100万ぐらいしか売り上げ年間なかったんで、もう廃業しますと、まあ、決まってたところを後を継いでやらせていただいてるんですけど、やっぱりそのね、亡くなって、まあ、京都でも1軒しかないので、まあ、日吉屋が若さをやめるとですね、若さっていうものが京都からなくなるっていうことになりますので、まあ、全国的に見ても10軒ももうないので、若さっていうものが世の中から消えるというふうになってしまう危機だったんですね。ですけど、今さっきご覧いただいたみたいに、まあ、新しい形で提案する今の時代の若さっていうものはどうあるべきなのか、若さの美しさとか構造を生かして今のお客様、これからのお客様にまあ使っていただけるようなを選んでいただけるような商品ができないのかってことを取り組んできました。まあ、おかげさまですね、まあ、経営的な危機はまあ一応出しまして、まあ、コロナ禍なんですけど、まあ、昨年度は過去最高の売り上げと、まあ、利益をまあ上げることができたんですけど、まあ、当時はもう家族しかいませんでしたけど、今グループ合わせて15、16人になってるんですけど、まあ、要は自分たちの作っているものに誇りを持ってちゃんと成果して一定の雇用を生むってことは、別に若さだからできたとか日吉屋だからできたってわけじゃなくて、まあ、誰でもできるというふうに思ってます。ですからその会社さんとかその地域とかの特徴を生かして、まあ、現代のお客さんに合った形の提案ができれば、まあ、日本ならではのですね、すごい特徴のある、こう圧倒的なオリジナリティのあるですね、商品とかサービスを提供することができると。でそういう仮説のもとにですね、まあ、弊社の方でいろいろ培ったノウハウとかネットワークを生かして、まあ、他の方のご支援させていただくという形で、まあ、この TCI 研究所というのは作りました。で以来ですね、これもう10年ぐらい経ってるんですけど、まあ、全国、まあ、北から南までですね、まあ数百社ぐらいの方の関わらせていただきまして、まあ、主に海外展開とかブランド化とかいうことをやってきました。まあ、これもちょっと簡単にまとめてありますので、こちらの動画もちょっとご覧ください。伝統というのはただ昔から漠然とついてきたわけではなく、その時代に合わせていろんな変化とかイノベーションを起こしながらですね、その時代にお客様に合ったサービスやものを提供してきた、それが受け入れられて長い期間続いてきた、それを後から振り返って伝統と呼ぶんではないでしょうか。伝統は革新の連続です。これが TCI 研究所のフィロソフィーでありミッションです。 TCI 研究所では実際に革新を起こすことによって変化し、新しい商品開発もしくは販路開拓を行ってきた企業の実例に基づいた新たなマーケティング手法、これを TCI メソッド、ネクストマーケットインというふうに呼んでおりますが、それに基づきまして中小企業の皆様方のニーズに合った商品開発販路開拓の手伝いをしております。国内外に持っている多くの
バイヤーやデザイナーネットワークをもとに、そのターゲットする市場のニーズに合った商品開発を行えるようサポートいたします。より多くの皆様方のお役に立ちたい、そういう思いで設立いたしました。各地域の特色に合わせた多くの海外プロジェクトの運営実績もあります。私たちは自らものづくりを行い、営業し、販売し、プロモーションを行っております。ですので、お客様と同じ立場に立ち、共になって考え、行動し、最善の解決方法をご提案することができます。今まで支援してきた多くの企業様が新規事業分野で活躍を続けておられます。伝統に裏打ちされたクラフトマンシップあふれる斬新な新商品、世界に誇れる日本のものづくりを世界のお客様に届けたい。というようにですね、まあ、いろんなあの分野の方のですね、まあ、ご支援とかをさせていただいて、まあ、今に至るわけなんですけれども、で、まあ、今回ですね、まあ、ご紹介差し上げたいと思っているマイスターストラーセっていう、まあ、このポータルサイトなんですけれど、まあ、これはあの TCI 研究所の活動の中でですね、いろんな諸外国のお客様であるとか、の方にお会いさせてもらったりとか、それからまああの費用者の販売に伴ってですね、いろんなまあ国内海外のいろんな人と知り合いになる中で生まれてきたアイデアです。でこのサイト自体はですね、結構もう22年間運営されてまして、最初は実は9つの工房がヨーロッパで集まってですね始まったというところからスタートしたんですけど、まあ、現在ではですね、まあ、欧州中心なんですけど、まあ、世界で5000工房以上が参加しています。まあ、この分野ではまあ世界最大のポータルサイトと化しています。まあ、年間アクセスが500万 PV 弱ぐらいありまして、運営しているもともとがですね、オーストリアのロブマイヤーっていうですね、まあ、ボヘミアンガラスの老舗さんなんですけれど、でまあ、あの 郵送のですねカタログ毎年発行してるんですけど、そういった方の購読者数が1万件ぐらいあるというようなサイトで、まあ、あの私たちは日本の職人であり工房なんですけど、あの伝統産業は全般的にまあ社用産業って言われてまして、まあ、一般になかなか使うことが少ないってなってると思うんですけど、これは別に日本だけじゃなくて世界中ほとんど同じなんですね。近代化現代化の中で人の手が作るものであるとかですね、そういった価値が一時期やっぱり失われてしまって、大量生産ですね、近代化の中でですね失われようとしてきたと、まあ、それを何とかしたいということで始まったサイトです。でロブマイヤーさんっていうその、まあ、あのグラスのブランドはですね、実は日本でも販売されていますし、今あのデパートとか行ったら、実は置いていらっしゃるんですけど、結構古い、会社さんで、まあ、ウィーンなんですけど、ですね、ちょっと何年代創業か忘れましたけど、確か200年ぐらいある会社でして、まあ、これバレリーナシリーズっていう、まあ、あのワイングラスとかなんですけどが有名な会社さんです。でこれ創業者一族の中でですね、今写真に出てるですね、まあ、クリストフさんと、まあ、ニキさんという方がいるんですけど、まあ、この方々が、まあ、昔日本に来られて、でやっぱりこのマイスターストラーセのですね、この匠の道って匠街道というふうに呼んだりしますけど、まあ、このポータルサイトで、まあ、ヨーロッパ中心なんだけどやっぱり世界で考えた場合、アジアとか特に日本のですね工芸の匠の技術は素晴らしいってことはもう知ってると。だからこのサイトにですね、まあ、参加いただける工房がないかなってことで来られたと。で実は日吉屋の工房にも当時来られまして、でいろいろ話をしまして、まあ、すごく気に入っていただいて、まあ、お買い上げいただいて、まあ、うちの若さも何本も買っていただいてるんですけど、でこちらもですねいろんな海外事業がある中でたびたびいろんな国でお会いしまして、で私もまあ日本の工芸の、まあ、今後の発展を考える中でですね、
やっぱりこのファンの方にどうやってリーチするかとか、そういったお客様方にアクセス方法とか、そもそも論で、まあ、同じ作り手としてですね、いろんな国、日本の技術とか文化もすごい素晴らしいんですけれど、他の国にも素晴らしい文化とか技術はたくさんありますから、まあ、あの作り手同士で何かしらコラボできないかなみたいなことを、話している中で、このマイスターストラーセに出会ったわけですね。で、さっきも申し上げた通りですね、まあ、これはそういったあの工房がもう5000件も集まっているというサイトなんですけど、ちょっとですね、どんなサイトなのか、なかなか日本国内では、まあ、何て読むかわからないというところもあるんですけど、まあ、ほとんど知られてないサイトだと思いますけど、ちょっとサイトをご案内したいと思っております。まあ、こういった形で、まあ、ヨーロッパのこれと伝統工芸っていうか伝統産業全般なので、例えば今帽子があったりとか、先ほどパンがあったりとかありましたけど、まあ、金属とかガラス工芸とかですね。あ、これは画面が映ってないのかな、するとですね、パワーポイントになっちゃう。一回こちらいけるかな。これブラウザーの方見えますか。来てますね、はい、はい、今映ってますね、はい。まあ、これとか例えばパンとかなんですけど、まあ、いわゆる伝統食品とかも含めてます。例えばにあの海外だったら、まあ、ワインとかですね、パンとかチーズとか、まあ、そういうことだと思うんですけど、でそういったことがいろいろ多言語で展開してまして、でマッピングもされているので、例えば、参加している工房がですね、全て地図で、やっぱりヨーロッパが多いんですけど、こうやってまあ検索もできますし、地図を拡大していくとそこの中にある工房とかが出てきまして、まあ、その情報なんかがお客さんがいろいろ知ったりできる、で訪ねていくこともできるというような、今たまたまパッと出したんですけど、これはチョコレートですかね、ようなブランドさんですね、まあ、そんなサイトになっています。でこれは多言語で展開しているんですけど、今回ですね、日本版ということで、マイスタースラッシュジャパンエディションということをまあ作っていくんですけれど、まあ、これはこのロマイアの一族とですね、僕らもこうお互いのまあ目的、まあ、我々も日吉屋から TCI 研究所として、まあいろんなあの匠の方々の支援もさせていただいてますし、それはやっぱりその価値が素晴らしいからと思うんですけれど、まあ、彼らも製造メーカーさんのですね、ガラス工芸の工房だけじゃなくて、そういったあのマイスタースラセット活動で他の方の支援もしたいというふうなことになっています。その思いがですね、合わさりまして、このサイトをオープンするようになったんですけど、ちょうど今月、先月の初めにですね、日本ではローンチしたんですけど、その時にですね、ビデオメッセージを寄せていただいているんで、それをちょっとご紹介したいと思います。いただいてますので、それをぜひご紹介したいと思います。Our old family company, Lobair, was founded in the beginning of the 19th century, and it was a purveyor to the imperial court of Habsburg in Vienna, Austria.They are still producing finest glass and chandeliers in the sixth generation now. In 1999, it was our idea to establish the Meisterstraße Handmade, a brand of outstanding masters and artisans and their workshops. At the time, the topic wasn't fashionable at all. Craft had quite a dusty image. But time changed, and the subject of sustainable, regional and handmade production and high quality objects.Instead of mass production, became significant and transitive. Starting as a brand in the network of nine craftsmen 22 years ago, it grew up to more than 5,000 members in Europe. And now we are very much looking forward to the success of Meisterstraße Japan Edition, which has already started. Last weekend, four Japanese workshops presented themselves with an online guided tour.And the European participants and customers were deeply impressed. Together, we will not only tell stories about the most outstanding craftsmen in Japan. Very soon, we'll be launching a webshop for handmade products, selling beautiful Japanese products to Europe and vice versa. We hope we will be allowed to travel to Japan as soon as possible to visit and welcome first members of Meisterstraße Japan Edition.Hello from Vienna to Japan. How nice would it be to join you face to face today? 6 years ago, we went to Japan and stayed there for some weeks. We had plenty of time to discover the country. People, landscape, architecture, food, but first of all, outstanding craftsmanship, traditional and innovative.
Our first destination was Kyoto, and on our very first day there, we were introduced to Kotaro-san. A representative of the city of Kyoto organized a meeting, and immediately it became clear we had found some kind of soulmate. His visions for a future of craftsmanship were exactly the same as ours. He was also part of a family of manufacturers, and he was as well working on projects concerning contemporary and traditional crafts. As early as that, we talked about the possibility of creating a joint project and taking efforts to mutually support artisans in our countries, offering an exchange between Japanese and European craftsmanship. A long-standing friendship started. We fell in love with the Kotaro's umbrellas and brought them to Europe. We visited each other several times in Japan, as well as in Germany and France. In Paris, we often admired his booth and his shop. Exactly 1 year ago, in January 2020, our common Meisterstrasse story started in Paris as well. We met in a hotel lobby for just a short talk, but on that evening, we decided to merge our experiences concerning the passion for craftsmanship and put the Meisterstrasse Japan edition in concrete terms. How happy we are now that together we made 1 year of work visible. それではマイクちょっとプレスアップイベントの、ところだったんですけど、まあ、というようなことですね、非常にまあお互いに意気投合しまして、まあ、ソウルメイトだとかって言ってくれてたりしましたけれど、まあ、我々のまあ目的は一致したので、まあ、世界のまあ工芸の方がまあ集えるような、それでそういうクリエイティビティのある商品を一般の方にもお伝えするというようなことでアクセスできるようなサイトとして、まあ、このサイトが立ち上がっているんですけど、それの日本版というものを、私の方で展開させていただけたらなというようなことでスタートしております。であのこのマイスターストラーセの日本語版なんですけれど、今ちょっとお話ししてきたようにですね、まあ、うちはあの日吉屋のまあ和傘からですね、右上にあるから右下のですね、まあ、和傘の技術を使った新しい商品ということで展開してきているんですけれども、まあ、それでですね、まあ、工芸日本の作り手の方に対するまあメリットとしましては、まあ、すでにもう5000件とかですね、まあ、500万人弱っていうようなユーザーがいらっしゃるサイトに対して日本の工芸の我々の良さをですね、伝えていくと。でちょっとフライングして先ほどのビデオの中にありましたけど、クラフトツーリズム、マイスターツーリズムって呼んでますけれど、まあ、匠を訪ねる旅、まあ、工芸の支援の一つとして、まあ、いわゆるクラフトツーリズムってこともあるのかなと。今コロナ禍になってしまってますので、実はオンラインクラフトツーリズム的なこともやったりしまして、まあ、非常に盛況でですね、ちょっとこっちが驚いたくらいだったんですけど、早く帰るようにしろっていうのはお客さんからの要望がたくさんありまして、まあ、今年のちょっと遅れてるんですけど、コロナで作業がですけど、今年の春終わるぐらいにはですね、まあ、越境 EC サイトもローンチしたいと。それでまあ日本の工芸の情報とかですね、良さを世界に伝え、まあ、逆にまあ日本のお客様に対してはですね、日本の工芸もすごいんですけど、ヨーロッパの工芸もやっぱりすごいし、まあ、別にアジアとかですね、いろんなところにいろんな作り手がいらっしゃるので、そういったまあ世界のまあ作り手の情報を日本の方にお届けしたり、その商品もお届けするみたいなことにつながっていけばいいのかなというふうに感じております。でまあ、この、日本語版がどうなっているかってこともちょっとご紹介したいんですけど、ちょっとあっちこっち行っちゃうな、ですね、ブラウザですね。でこれが、まあ、さっきのサイトとリンクしているんですけど、まあ、日本語版のトップページになります。でここではマイスターストラッセの意義はどうであるとかですね、どうやって始まったかみたいなことがいろいろ書いておりまして、で検索サイト、まあ、世界中の工芸が検索できるサイトに行ったりとか、それからですね、先ほどちょっと申し上げた、まあ、オンライン観光とかですね、まあ、リアルなツーリズムですね、まあ、我々ちょっと作り手からするとですね、こう例えばちょっとコロナ前を考えていただくと、例えば京都とかですね、割とこう観光郊外って言われているような、時期もあったりとかして、こう大量になんか薄利多売でたくさん押しかけたりたくさん消費するってことが、それがサステナブルな継続につながるかというとですね、ちょっとクエスチョンのところもあります。
で今回コロナ禍になってですね、経済活動が一段落ちょっと冷や水浴びせたようにですね、コロナ前のこう競争的なこうちょっと熱気が一回冷めたと思うんですけれど、まあ、そこで改めて考えるとですね、まあ、持続可能な社会を考えるっていうことを考えた時、いうふうなことを考えた時にですね、そのこう大量消費すればいいってわけじゃなくて、まあ、一定のまあクオリティとかを保った状態で、まあ、作り手もそれから来場者の方も誇りとか尊厳をちゃんと維持していた上で豊かな時間を共に過ごしたりとか、いろいろ学んだりとかですね、伝えたりシェアしたりっていうことがやっぱり今後は求められるんじゃないかなと思います。で、まあ、そういったことでですね、まあ、クオリティの高い、時間を楽しんでいただける、まあ、特別な観光ということで、まあ、マイスターツーリズムということを、それ専門のですね、まあ、特に富裕層向けの旅行代理店の方とかと、まあ、一緒に企画してやっております。でコロナ禍の間は右側にあるですね、オンライン観光ですね、パースマースリーオンラインと書いてますけど、これの第1回目を、先月しまして、まあ、それを見てですね、先ほどの、クリストフさんとラースさん夫妻がお話しやってましたけれど、まあ、非常に、まあポテンシャルが高いということを、我々も再確認したところです。まあ、コロナ禍でですね、こう移動の制限があるっていうのはこう日本も海外も一緒でして、なかなかやっぱり旅をしたいっていうのは人間の根源的な欲求だと思いますので、やっぱりそのいろんな地域に行っていろんなその地元の文化を知りたいとかですね、歴史を学びたいとか、いろんな出会いをしたいとか、それからもちろん食べたりですね、飲んだりとか、それからまあその何かしらものを買って帰って使ったりだとかいうことがやっぱりなってくるのかなと思います。ですからこのマイスターツーリズムっていうこともこのジャパンエディションの中ではすごく大きなポイントだと思っておりまして、実際に海外のお客さんに対して、もちろん国内のお客さんもそうなんですけど、どんな旅行がご提案できるかなっていうちょっとイメージビデオをですね作りましたので、こういうようなクラフトツーリズムのちょっとレベル高いものをマイスターツーリズムと呼ぼうと思ってるんですけど、のイメージがいくつかあるのでちょっとご覧ください。最初は京都をテーマにしています。音が、はい、はい、はい、日本のものづくりとか工芸の一つの特徴は自然と共生してきたとか、自然の素材とかを、まあ、上手に生かしてきたっていうことが挙げられると思うんですよね。やっぱり僕は山の子やな、やっぱり木が好きやな、やっぱり特に北山杉は好きやなっていう思いが最近ものすごく強いですね。山の神さんにはどうぞ私とこの職人が山で行って事故に遭わないようにどうかお守りくださいっていうことをお祈りして帰ってます。北山杉をこう送り出す時も昔の人は嫁にやるっていう言い方したのと同じように、木は家族やしやっぱり守っていきたいという思いが強くなりますね。放置竹林って結構こう社会にとって害があって、木が生えてるとこに竹が生えると竹の成長が早すぎて木が光合成するのを遮っちゃうんですよね。その放置竹林を再生するっていうプロジェクトは木と竹を共存するようなそういったことにも貢献できるのかなって思ってます。竹の一番の魅力ってそのやっぱこう竹林に入った時にこう竹に囲まれてる感じが一番こういい感じがするんですよね。自分がやらないと守れないっていうこの美しいものがなくなってしまうんやなっていう思いはどっかにずっと多分あったんですね。背中を見るなり自分が感じた世界を作っていかないと仕方ないんですからね。具体的にこうあるべきだとか構成とかいうのはほとんど言ってないと思います。やっぱりそれをこう好きになるかどうか、やりたいなと思うかどうかでこの次の次世代が決まるかなとは思ってるんですが、焼き物という形でこの地に高尊釜というものが残っていければなとは思ってます。
僕らが作ってるものは仏具と言われる織なんですけど、使われるシーンがすごい限られてるもんやなっていうのがありまして、何かもうちょっと身近に音を楽しんでもらえるようなものができないかなっていうので考えたのが輪廻になるんですけど、輪廻を作るようになって本当にこのうちの仕事っていうのはこう音色を作っているんやなっていうところに何か意識が変わった、こう全部の工程がその音色のためにあんやなっていうことに気づけたっていうところが、まあ、僕としてはすごい一番大きかった。だから鳴らした人が本当に心地いいなと思ってもらえると僕らは一番嬉しいかなと思ってます。400年も500年も続いてきた技術なんやから、どこかにお役に立てるものにしたいっていう思いがあるんで、素材的なものを変えて革に彫ってみたりとか、ウッドシート木の薄いものに彫ってみたりとか、そういうものに技術を生かして世の中に技術を残していく、また世界の人たちにこの技術を知っていただくことによって、誰かがこの技術これに使ったら面白いやんって思っていただけたら、技術は残っていくに違うかな、僕はそういうふうに思ってるんです、ね。まあ、伝統は革新の連続じゃないかなというふうに思いがありました。で、革新を連続することで次の時代にこの日本の文化的なものとか工芸の差が伝わるんじゃないかと思っています。和傘を手見干しするときにですね、この傘の表面にこう太陽の光が透けてくるのが中から見て非常に綺麗だと思うんですから、まあ、傘のように簡単に開閉できて、まあ、どこへでも持って行ったり送ったりすることができ、パッと広がるとそれでまあ照明器具になるというような、もともと昔から職人がお客さんのためには思って、よりいいものとかより美しいものとかより便利なものを作ろうと思った精神と多分変わらないと思うんですね。それはしっかりと大事にしながら、その表現方法とかを時代に合わせて変わっていくことじゃないかなと。まあ、日本の文化とか歴史の中でこう培われてきた日本の伝統工芸なんですけど、やっぱりその自然との共生っていうのが日本の文化の特徴なんじゃないかなというふうに一つ思います。それからまあ伝統をどうやって継承していくかということで、その素晴らしいものを次世代につないでいくっていうことは一つの大きな課題ですし、それからまあ新しい伝統を革新の連続ということでイノベーションを起こしていくということで次に伝えていくと、まあ、こういうまあただものをパッと見ただけとかではなくてですね、深い話をいろんな匠とまあ聞きながらですね、その周りの周辺環境とか文化的背景なんかもお話を聞きながら、その豊かな時間をまあ素晴らしい自然環境の中とか工房の中でですね、ちょっと普段は人にはそれ後悔しなかったりとかいけないとこかもしれないんですけど、をまあしっかり楽しんでいただこうというようなまあ京都をテーマにした観光を一つ考えております。日本の工芸って別に京都だけじゃなくてですね、いろんな地域にいろんなことがあるんですけど、さっきですね、北山杉っていう山の人、木を作っている方がですね、山の神様にですね、どうか自分とこの職人が怪我しないようにお祈りしてますってことを言ってましたけど、日本はやっぱり神仏集合ですね、いろんな八百万に神様がいらっしゃるっていうのも日本の大きな特徴なんですけど、これはちょっと福井の越前和紙という日本で一番大きい和紙の産地なんですけど、こちらはですね、和紙の神様もいらっしゃるんですけど、本当にそういう神の信仰が地域に根付いているというようなところです。ここもちょっとご覧ください。嫁をもらうなら神好き娘、仕事お派手で色白で しまえ。紙すきになっては生涯1年生や死ぬまで1年生やと言いましたね。なるほど、今痛感しております。何ていうか無心っていうか雑念を払うっていうか、明日は100分の25ミリを使わなあかんねえなって頭の中に浮かぶでしょ。
そうするといつの間にか何回暑くなったりするんで、ですから明日のことなんか考える、今日のこと一生懸命考えればいいんですけど、そういう時に迷いが起きるんで。軟水の中性の水、これがこの土地に恵まれて、この辺に流れてるんですね。ですからこの水を使っての紙作りですから、素晴らしい紙ができるんで、わしらしい紙ができるんで、水に恵まれているから私の紙がまあ助けられているんです。1500年の歴史がありまして、で岡本神社もそうなんですけど、神の祖神として川上御前っていう方がいらっしゃって、それが、和紙を言うと水が豊富 で原料もこちら作っていたんで、その水を生かして何かできないかなと思うことで和紙作りっていうものを携わってきたっていうのがありますね。なんで紙すいてるんかなと自分も思いますけど、買ってくれる人があるからすいてるって言えば簡単ですけど、買ってくださる人が喜んでくださるからすいてるんですね。もう本当に一枚一枚こうお客様にと思ってるんで、その製品を一枚一枚作って生きがいっていうのは、例えば今日すいたのを明日乾燥場に貼って、そして板からめくってちょっと透かして、火に透かしてみた時にいい紙ができたなと思う時は、あやっぱこの、私の紙を待っててくれる人があるんだし、いい紙できたなと思う時は生きがいですね。もう欲得を離れてそう思います。この地域は本当に神の神様がいらっしゃるんで、もう皆さんは毎日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 この水と神に向き合ってですね、作ってらっしゃって、工房も本当にピュアでですね、美しい、なんか一つの行といいますかね、ような感じれるような場所でした。私もこうさっきの京都もそうなんですけど、いろいろ自分が取材に同行してですね、こうやって話をお聞きしたりとかすると、まあ自分も作り手なので、まあやっぱりなかなか素晴らしい方たくさんいらっしゃるなというふうに、これまでは頑張らないといけないなと思うんですけど、まあこんな美しいところで、こんなまあある意味崇高なですね、まあ理念とか思いで作ってらっしゃったり、でも例えば先ほどは岩野さんという人間国宝の方なんですけど、この道何十年ですけど、でもやっぱり迷いがあったりとかですね、日々精進みたいな形でやってらっしゃるですね、まあ、一つのなんか信仰的な感じもあるんですけど、まあそういったことも諸外国の方からすると、まあ我々からしたら割とちょっと昔のことかもしれないんですけど、割と日常にあったことだと思うんですが、それがすごく魅力に映ると思うんですよね。でもちろんですね、京都、次は今度は兵庫県の神戸なんですけど、もちろんですね、日本のいろいろ伝統的な産業っては工芸だけじゃなくてですね、食品とかもあるわけなんですけど、神戸といえば何かって言ったらですね、まあ、神戸ビーフっていうのがありますよね。で、そこのですね、でも我々の一つ、毎日ご飯食べるときですね、いただきますというふうに言いますよね。いただきます、命をいただいてますということだと思いますね。ですからやっぱり我々は命にリスペクトして、農産物とか魚介類とか、まあ、畜産物とかもそうなんですけど、でこのやっぱり大事にもったいないということもありますよね。ですからこの、これは神戸ビーフ、神戸レザープロジェクトというのがあるんですけど、その神戸ビーフの牛のですね、食肉の牛なんですけど、皮とか骨とか余すことなく使わせていただいて、命をですね、しっかりと大事にしながら次につなぐと、そういうようなプロジェクトです。これともちょっとご覧ください。
神戸レジャーのプロジェクトは世界で初めて の, 牛をもう本当に一頭まるまるきちんと食肉としてだけじゃなく皮としても使うというプロジェクトです。僕らの仕事っていうのは牛をかわいい、かわいいとかかわいないでがりながら最終的には命を絶つのが僕らの仕事なんで、やっぱり人に喜んでもらえるっていうのが牛にとっては本望なんで、まあ、骨にしても皮にしても捨てるとこがないような牛を作りたいというのが僕らの目標でもありますので、広めていただきたいなというふうに思います。神戸レザーを始めようとしたきっかけは、神戸ビーフであったり和牛の皮というのをなかなかこう活用できてないということに気づきまして、でその素材をやはりもったいないという精神からこうきっちり使いたいなということで、このプロジェクトを始めたいなと思いました。黒毛和種っていう牛は田島牛が多くて、その田島牛の中でもより優れた牛が神戸ビーフっていう格好で皆さんに世界に広まっていってます。自分のところの牛が実際肉にならんと評価されないってことになるんですけど、肉になってその肉をまたいただいて、で成仏してありがとう牛に感謝するっていうような気持ちがありますから、それが牛の皮も使って何か品物になると、そういうのはとてもいいと思います。高野木神社、この神社っていうのは、まあ、全国的に見ても川の神さんを祀っているっていうところないんですよ。川の神さんに対しては1月に皆さん集まってお礼参りさせてもらっているのが現状ですね。一番大事なのは環境ですよね。日本の里山を元に戻すっていうプロジェクト的な部分もちょっと加味してあったんですけども、まあ、そんなにも参加できたらいいかなということで神戸レザーの方を参加させてもらいました。神戸レザーという和牛の比較を活用することで、神戸レザーがこう先陣切ってそれがモデルケースになってですね、またそれを例えばイノシシの皮であったりとか、まあ、A の皮もそうですし、で他の和牛の皮っていうですね、日本のそういった副産物で出てくるものを全てをこう活用できるようにモデルケースになればいいなと思います。で皮一枚を使っていく上でも、やはり作るものに合わせてこう適材適所で作っていくってことがありまして、やはりそのいただきますということでそういった命を預かっているわけですから、もう皮自体ももったいないと精神を持ちながら余すことなく使っていきたいなと思います。我々がいただきますもったいないということでですね、まあ、命も大事に使わせていただくと、まあ、そういうサステナブルなエシカルなプロジェクトですね、まあ、そういった話を聞きながら、まあまた神戸牛をいただくと一つ違った感じになるんじゃないでしょうか。最後はお酒ですね、焼酎なんですけれど、ちょっと今日も実は登壇させてお話しいただいたさせてもらったんですけど、ちょっと重複あるかもしれませんが、これでもやっぱり地域のですね、これは人吉熊っていう熊本もかなり、まあ、奥の方にあるんですけれど、まあ、そこの地域全体でやっぱりそのこの焼酎という伝統を守ってらっしゃるんですけど、まあ、先ほどのプロジェクトもそうだったんですけど、やっぱりこう人に会うといいますか、人と人との出会いっていうことがやっぱり旅でありますし、まあ、仕事も人がいないとね成り立ちませんから、こういう素晴らしい人たちに出会えるっていうのも一つの大きな魅力なのかなと思います。焼酎っていうのはこの、熊盆地
という盆地の中に球磨川という、日本三大急流が流れておりますけれども、その流域で、醸し蒸留されたものを球磨焼酎というふうに呼んでおります。現在約27蔵ありますけれども、まあ、この狭い中にそれだけ、集積しているところっていうのは日本の中でももう数少ない場所になってますね。物草ができて出来上がった品物だと思います。綺麗な焼酎作ったら綺麗ないくらでも綺麗な焼酎できるんですけど、できるだけ、まあ、お米に正直に使わせてもらうっていうか、綺麗なお米だと綺麗な焼酎ができるので、うちの場合は今でいう多用途原料米って言うんですけども、そういうので味が出るように作らせていただいてます。私どもはですね、熊焼酎、数ある熊焼酎の蔵の中でいわゆる長期熟成酒に特化した蔵です。 99% はいわゆる長期熟成酒というふうになっております。この人吉熊というのは非常にあの自然環境がスコットランドによく似ているんですよ。私どものその樽貯蔵庫というのは24時間体制でですね、温度と湿度をコントロールしてこの樽熟成に最も適した環境を人工的に作っているということです。私はもうその貯蔵熟成と今一生懸命取り組んでいるのはブレンドですね。石蔵の麹室だったり、あとはもう創業当時から受け継ぐ亀を使っての伝統的な作りもしているんですが、花酵母などの革新的な、酵母を使ったりという伝統と革新を守りつつ、これからも伝統を守っていこうと思っている蔵になります。麹とか酵母っていうのは生き物なので、本当にみんなで楽しくお酒を作ることが、美味しく楽しく飲んでもらえるお酒ができると思ってますので、そういうふうにみんなで切磋琢磨しつつも楽しく仕込みをすることを心がけています。第一のこだわりは米作りから、やってまして、まあ、この水上村って地元なんですけど、球磨川の上流にあたりまして、水もきれいですし米もおいしいところで焼酎を作っているのが一番の特徴です。風土で作られた米で、焼酎を作るのが一番、球磨焼酎らしいというか、この特色に合ってるんじゃないかなと思って地元の米で、焼酎を作っています。焼酎を作って原酒って今43度4度原酒ができるわけですけども、それをこの樽で、まあ、長期熟成するわけですけども、やはりこの樽に貯蔵して、まあ、呼吸することによってうまみも増しますしまろやかさも増すので、それを特徴に樽貯蔵をしております。私どもは、もっと違ったものを作りたいって思いが非常に強くありましたので、原点に帰るということから木麹を20年ぐらい研究し続けて今日に至っております。私は香りを大事にしたんですね。香りは味だ。なぜならみんな風邪をひいた時に 何を食べてるかわからないということは、やはり香りってのはもっと大事なもんだという、こういう酒を作ろうとある糸の上で作るんですけど、やっぱり食生活とセットですね。料理に合うことですね。食中酒としての適性、それが一番の魅力だと思ってます。焼酎はですね、例えばお湯割りでも水割りでもロックでもソーダ割りでも、まあ、お好みでいろんなものを混ぜてもですね、美味しく飲めるものなんですよ、まあ、そこが焼酎の魅力じゃないかなと思いますけど。酒は自分の経験の中から選んでいくことをぜひ伝えたいです。いかがだったでしょうか。いろんな種類のですね、作り手がいらっしゃって、みんなそれぞれ深い思いを持っていらっしゃると思います。まあ、こういった匠がですね、に会う旅と、そういった匠がですね、集まるような、サイトをですね、作っていきたいと思っております。
で、今回のですね、このマイスターストラスのですね、ジャパンエディションでは、まだまだですね、日本の工房の中での認知度がすごく少ないものでして、まあ、実際にですね、こういったことに参加したいというような工房の皆様を今募集しております。一定のですね、審査とかもございますので、まあ、クオリティであるとか、理念であるとか、本国と合わせていろいろ、まあ、審査した結果、させていただいた結果、まあ、登録ということになるんですけれども、でまあ、ご参加いただきますと、先ほど申し上げた、まあ、5000件、500万弱というようなところに、まあ、アクセスできるのと、オンラインだけじゃなくて、実はリアルイベントもやってまして、マスターインレジデンスということで、まあ、アルプスの、まあ、スキーリゾートのですね、ホテルで、まあ、催事販売なんかもやっております。まあ、そういった通訳翻訳なんかをですね、こちらの方で代行したりしてますので、ぜひですね、日本の多くの工房の皆様方のご参加をお待ちしておりますし、またユーザーの皆様方はですね、ぜひこのサイトをアクセスいただいて、日本の世界の匠の技をですね、ぜひ知っていただけたらと思います。長くなりましたが、私のプレゼンはこれで終わります。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではここから10分間休憩になりますので、次のセッションは17時からとなります。西堀さん、ありがとうございました。